今回ご紹介するのは、女優でピアニストの松下奈緒さん。1985年2月8日生まれ。出身、兵庫県。身長、174センチ。音楽好きの両親のもと、様々な音楽が流れる家で育ち。もともと母がピアノを弾いていた影響で、3歳からピアノを始めます。富士テレビ系のテレビドラマ、ロングバケーションを見て、山口智子演じるみなみちゃんに憧れて、女優を志すようになります。 父は大阪大学法学部を卒業後、住友銀行に入校し、三井住友銀行で執行役員。三井住友 PS アセットマネジメントの社長と会長を務めた松下隆実家暮らしが続いて、一人暮らしの経験がなく、家事全般は苦手だそうです。料理もあまりすることはなく、レトルト食品のソースを使ってパスタを作れる程度だとか。 高校在学中の2000年には、モデル事務所エリートジャパン主催のコンテストでグランプルを受賞してモデルとなり、同社に所属して翌年の日本コカ・コーラ、創建ビタのテレビ CM などに出演。2003年に上京し、東京音楽大学音楽学部音楽学科ピオノ専攻に入学。仕事が多忙を極めたことによる1年の留年を経て、2008年に大学を卒業しました。大学在学中の2004年。 連続テレビドラマ、子犬のワルツで女優デビューし、代役なしでピアノを演奏。2010年度前期の連続テレビ小説、ゲゲゲの妖房に主演し、本格的にブレイク。主題歌である生き物係のありがとうのピアノによるカバーも行いました。2010ヒット番付トップ50で21位にランクされます。また、2010年のタレント CM 起用者数ランキングでは、ランク外から急上昇します。 同年の第42回思い出のメロディー及び第61回 NHK 紅白歌合戦の司会にも起用されました。2018年度後期の連続テレビ小説、満腹に安藤桜演じるヒロインの姉役で出演、イエゲゲの女房以来8年ぶりの朝ドラ出演となりました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。